ソーマ、ソーマ、ソーマって連呼しますけど。ガブリエルね、ゾーマって俺言ってたんで、ずっと。動画内に残っちゃってるからね。隠しようがないです。嘘はつけ。動画内に残って。エネシー使うべきか。ベスか。うわ。ただ変えるしかないと思ったわ。まあいいんじゃない、究極の武器が来ることは。チェイスっていうのも頑張んないとダメだっていう結論的にはね、やっぱり逃げて逃げて逃げてっていうよりも、まあチェイス頑張って戦ってっていう。だから状況適応能力つけてるっすわ。絆外して。あ、これはちょっとね、絆の方が僕に合ってるんですけど、さらなるレベルアップ、トレーニングだからね。最適なパークつけて勝っても、あれだから、負荷をあえてかけて。早くからこれも切り込み。ただ、距離がこの人広いんだよな。何これ、釣られたけど、誰が助けたの？どういうこと？絆がないと、不安がなくて絆があるときって見えるけど、だからこんな事故っていうのも増えるし、最高率で動けなくなるから、その分だけハンデになるけど、いいと思いますよ。その分のハンデ抱えて、負ける試合も増えますよ。でも、目先にこだわってはいけないから。目さ、2人がフリーだから。おい、オーバーチャージ仕込みたい人。
だから、トンネルで戻ってるかもしれない。当店は。電気を切る。俺の仕事も重要なんだよね。他のところのマークを緩めるためにはここの仕事も重要なんだわ。遠いし。ここは遠いから、ここの位置こそが、僕の位置って大事なんだわ、あれ。予想以上に大事な位置だ。あれがこっちの方に行ったよ。オーバーチャージに過信してるからスキルチェックミスらないことだ。チェイスを楽しむこと。そうだね、何秒かでも創造性、自分の中の創造性を負けても勝ってもそれがチームのためになんだったら、うん、ここって固定だね。ここの固定だね。こことここの2か所だね。ここからチェイスでは俺は逃げ切れないとは思うけど、はあ、チーム戦では勝てたからまあいいんじゃない。
時こそここを使う。何を追われてると思って、何と言われても俺はこのチャンスは逃さない。負けたら悔しい。やっぱり抜けたい。これがヒロシャンテッドマンです。バース。人から非難されても脱出を選ぶ。最悪の負けっていうことを忘れない。いつ逆転負けを食らった悔しい日々をね、4人いて負けた、通電したのに、あの日々を忘れない。味方には感謝しているが、抜けるのはもうドライに抜けるよ。抜けたいから、これチームのために抜けるんです。でもチェイスを楽しむことやな。ほっ。あえて絆外してるわ。東京適応能力が効いてんのか俺もよくわかんないんだけど。これね、抜けれるかと思ったけど、捕まえられたな。負傷だったからダメなんだ。負傷だったわ。ゲートがね、脱出の最後のところ壁みたいな扱いなんだよ。負傷だったんだね。負傷だったらダメだ。負傷だったら。ああ。私はドライになります。勝利を選ぶ。でも、役割としては、まあ良かったんじゃない？うまいこと、これ遠目の位置になって、俺がいる位置は他の人と違う位置だからね。うまいこと結果として、うまくいって良かったね。危なかったね。